おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、最終章前編 B パート、やっていきたいと思います。前回、九太郎さんのね、過去を、こう、灯籠を使ってね、見ることができて、で、ここから、サラちゃんたちを騙すね、作戦を九太郎さんが決行するぜということで、刑事さんもね、どうやら乗ったみたいなんで、もうまんまとね、私も騙されてたんで、いざ決行というところなんですけど、その前にさ、一個ね、編集してて気づいたことがあって、結構前のパートになるんだけど、緑がさ、その、勝率表は、結局その、バラバラだと意味がないから、同じパーセンテージになるように調整をしたんだよって。で、弱き者には助っ人をね、みたいなことを言ってたじゃん。で、結局、サラちゃんは、その、ジョー君が参加することで勝率がぐんと下がって、みんなとこう、同じくらいのパーセンテージになったっていう話だったみたいだけど、つまりはさ、もう一個のルートがあるじゃないですか。その、ソウさんが生き残って、カンナちゃんがいなくなってしまうルートですね。で、そっちの方で、ジョー君のことを忘れてしまっていたサラちゃんになってたと思うんですよ。そうしたらさ、そのジョー君が参加してないも同然だから、勝率がその 15% にまた跳ね上がるのかなって思って。ってなったら最強の強強サラちゃんが完成してしまって、無双してしまうんじゃないかなっていうところと、あとソウ君ってどう頑張っても何度シミュレーションしても 0% だったじゃないですか。あれをそのみんなと同じぐらいのパーセンテージに引き上げるための調整って何だったんだろうなと思って、それをすごい考えてたんですけど、やっぱりそれはソウ君が生きてるルートじゃないと分かんないのかなとか思いながら、そのねもう一つのルートの方も楽しみにしつつ、今のルートもちょっと進めていこうかなと思います。じゃあ九太郎さん、やるか。作戦実行の準備ができたら教えるぜよ刑事。準備ができたよ。本当に？本当だよ。もうその準備するために3日ぐらい経ってるから大丈夫。よし、やろう九太郎。舞、どういう作戦を立ててるんでしょうか？ってことで俺と舞は刑事を下の階からサポートするぜよ。うん。おまわりさんは上の階へ行って緑の頭を充電してくると。作戦開始ぜよ。絶対に見つからないよ刑事。さてと、おまわりさんはエレベーターに行くんだったね。なるほど。あれ、じゃあもしかしてずいぶん前から刑事さんはこそこそサラちゃんたちも5階にいる状態の時からいたってことなのかな。どういうことなんだろうね。まあこの棺の中にそのまあ人形の墓場だって言われてるからね、ここはね、その辺に散らばってる人形たちを詰めているっていうのはわかるんだけど、作戦の詳細って聞いたんだっけ。まあ進めていけばわかるか。じゃあ九太郎さん、ちょっと話しようぜ。オッケーオッケー。お前さんエレベーターに行くと。ん？ちょっと待って、舞ちゃんに話しかけたいのに車田さんの入ってた棺しか調べられまっぺん。あ、なるほどね、オッケー。じゃあ行きますか。エレベーターにしか行けないね、オッケー。はい、エレベーターは完全に停止している。よし。いいか刑事、俺たちがエレベーターの電源をつける。そしたらきっと上の階の人たちが降りてくるから。すれ違うように隣のエレベーターで刑事も上に行くぜよ。やっぱそうだよね、そうだよね、そうだよね。そう、前のパートぐらいでもしかしたら喋ったかもしれないけど、なんかね、入れ替わりじゃないとおかしいよなみたいな話をしてたよね。全員がそのエレベーターで下に降りてる間に、刑事さんは一人で上の階に登ったんじゃないかって言った気がします。言ってなかったらちょっともうごめんなさい。すれ違い作戦うまくいくといいけど、とにかく今はここで待とう。タイミングは九太郎たちに任せてある。遅い、まだか。うん、なんかあったんか？大丈夫か？ここを離れるわけにもいかないが。お、動いた。この音は。はい。エレベーターは作動しているようだ。よし、動き出した。乗り込もう。ここでまた少し待って。隣のエレベーターが動き出した。
ぼんやり待つ。上の階のボタン、今押しちゃったらバレ、いや、どうなんだろう。動き出してたらバレないか、音で。ぼんやり待ってみる。ちょっとどうなるんだろう、これ。誰が乗ってるのかな。行くぞ、緑より早く。まずい。もう降りてきたのか。ぼんやり待つ。ぼんやり待っ、いや、今押したらまたさらにバレるんじゃないのか。ぼんやり待つ。気づかれてはいないみたいだね。僕はのんびり行くよ。緑、一緒に乗ってきたのか。どうしよう。緑にバレる危険性が高い、非常に。ちょっとずっとぼんやり待ってみていい？これ。失敗するかもしんないけど。もう何も聞こえないな。はぁ、あ。そうか、もうぼんやり待てないわ。待ちすぎた。上の階のボタンを押すわ。はい。何やってるんだろうな、俺。ボタンを押すとエレベーター動き出した。ごめんね。私のスタンドが邪魔したみたいだね。俺の存在、バレてないよな。誰にも見つからないように、充電室を探そう。でも、車田さん上にいるからバレてんだよなーっていうね。普通に車田さんが充電してるから、それを、どうする気なんだろう。そこで、車田さんにはお話しするのかな？あ。あ、でもこれに対して何も反応はないのか。うん、特に何もなかったんで、じゃあもう行きましょう。空いてるね。はい。ロッカーの先は充電室。車田坊や！どうした？充電やめてるじゃねえか！どうしたの？坊や！はあ、もう自分の短い命よりもお前らの充電に役立てろよってこと？ねえ、もう。これは、手遅れ、か。あ、あ、よかった、生きてた。まるで、死人を見るような目だな。生きてたのか、見つかってしまった。生きてたのか。生きてたのか。ああ、誰のせいでこうなったと思ってんだ。ありがとう、痛そう、もう。な、うわぁ、痛そう。痛そうだね。てめえな。つうか、てめえなんで一人なんだ。舞はどうした？会わなかったのか？無事だよ、下にいる。なんだ。なら交流できそうだな。他のみんなは？全員下に向かったよ。ここには俺だけだ。それも、そろそろ限界っぽいけどな。車田だけか。なら、宴について話そう。宴について教えておくべきだ。車田に宴の内容を話した。マジかよ、その話。まあね。最高じゃねえか。どうせ、最後は全滅すると思ってた。誰か一人でも助かりゃ、儲けじゃねえか。君は、いつから仲間思いに？優しくなったね。ああ、優しくなったね。ずいぶん優しくなったね。うるせえな。まあいいや、気分がいい。てめえにも教えておいてやるよ。フロアマスターは、ドッペルゲンガーに会うと、死ぬ。はあ！そうじゃん！車田さんそれ言ってたよね。ってことは、この緑の頭を充電して、その緑のドッペルゲンガーと出会ったら、お互いが爆発したりするんかな？
え、これ、その車田さんが言ってることがその正しい情報なんだとしたら、今、これから刑事さんがやろうとしてることは、まあ、緑を倒す方法の一つになるってことだよね。どうした？え、いや、ありがたく思うよ。俺だけの情報だったからな。まずいな。緑の頭部のこと言えなくなってしまった。緑の頭部のこと伝えたらなんでまずいんだろう。別に良くない？フロアマスターを倒せることはみんなを助けることにもつながるんじゃないのか。あれ違うのか。え、でもなんで車田さん充電やめてるんだい。これは何？踏まないようにしよう。これあれか、説明書かな。機械、謎の機械が中央に置かれてる。まさかこれは、うん、それ充電器だぜ。これがこんなにでかくてフル充電一回分なんだとよ。一回分？なんで知ってるんだ。まさか使ったのか。はあ、半分だけな。何？独り占めなんかできるかよ。くそ。車田さん、もうみんなのこと大事なんじゃん。半分あるのか。その半分を使うのもなーって思うけどな。その半分の半分使うはダメかな。あ、直接充電器の操作方法を聞くのは怪しまれるか。ああ、この、あれか、説明書を見ろってことかな。ん？よく見たらこれは。充電器の説明書。うん。説明書もある。繋げられそうだが、車田に見られてしまうだろう。どうする？いや、見られちゃうけど、しょうがないんじゃないのか。あ、ていうか、そもそも多分車田さんあんまり目見えてないんじゃなかったっけ。いや、今でも半分充電したからどうなってるかわかんないけど。まあ、繋げるしかないんじゃない。仕方がない。緑の頭を充電器に繋げた。あ、は？てめ、それ、緑の頭じゃねえか！やりやがったのか！違う。これは人形の首で。ざけんな！ならなんでそんなもんに貴重な電池を！事情説明するしかないだろう！しろよ！落ち着いてくれ。話す。AI 降臨。君たちを生み出した装置で、もう一人の緑を作り出すんだ。何？わけわかんねえことは。ああ、車田さん！車田がにじり寄ってくる。仲間たちの充電のために取っておいた半分だもんな。そんな緑の頭に使われたら嫌だよな。もう一人の緑なんて作っちまったら、ドッペルゲンガーができるってことじゃねえか。そっか、緑が死んじゃダメなんだっけか？ちょっとルールがよくわかんなくなってきたぞ。車田がにじり寄ってくる。どうしたらいい？てめえはやっぱり、緑を殺そうとしてんのかよ！助けてやったんだぜ。俺の傷だって、てめえのせいで！なのに、見捨てる機会を！違う。これはあくまで宴のために。どうせそれも、嘘なんだろうが！いいからやめろっつってんだよ！よせ、離れろ！この、裏切り者！なんで？どうして？刑事。また殺すのか。俺を。違う。違わない。
お前は、誰も救わない。俺は、お前が大事なのは、自分だけだ。触るな。殺人鬼が、触らないでくれ。車田さん、嘘だよね。俺が殺したのか。頼む、刑事、あいつらを見捨てねえでくれ。お願い。俺は、見捨てなんか。車田さん、車田が横たわっている。どうにかできないの？充電はできたの？どうするの？ちょっと待って、鼻水がすごい。最初車田さんさ、やっぱ自分さえ助かればいいから、誰を殺したっていいみたいな感じの態度だったじゃん。本心がどうかは別としてね。でも、やっぱり、みんなに救われてほしいし、自分が救われなくても、みんなが助かるんだったらそれでいいからっていう意味で、充電も半分残してくれてたわけじゃん。そういうさ、人間らしいところを見せられちゃうとさ、もう、めっちゃ好きよ。もしまだ助かるんだったら車田さんのことも助けてあげたい。どうにかなんないのかな？どっかに行くしかないのかな。多分だけどそろそろランマルくんが来るんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろう。充電はできた。あとは下の階へ戻るだけだ。落ち着け。誰にも見つからないための作戦だが。てかあれだよね、サラちゃんのことを上に呼び出してるよね。あれはどうやったんだろう。ん？あ、刑事さんじゃないのか。聞こえるかな。え？そうだよね、刑事さんも自分の声に驚くはずだよね、これはね。おまわりさんだよ。みんな元気かな。そっか、あの制御室あれなんじゃないか。いろんな機械あったからさ、誰かになりきれる変声機みたいなやつがついてたんじゃないかな。なんだ。ちょっといろいろ説明したいところなんだけど、あいにく時間がなくてね。もしこの声を聞いてたらお願いがあるんだ。 ID カードを教室へ持ってきてほしい。必ずサラちゃん一人で来てほしい。頼んだよ。くそー、もうまんまと騙された。最悪だ。今のは一体俺の声だった。くそ、どうする。いや、行くしかあるめえ。教室、いや、制御室は行けないのか。教室に行くしかあるめえよ。誰もいない。一体、何が起きている。え？絶対緑の罠だと思うけどさ。ん？あ、ランマルくん、かな？本当に、生きてたんだな。あー、やっぱり。気分はどうだよ、刑事。ランマル？
すこぶるいいよ。君がさっきの放送を。蘭丸くんがさっきの放送したの？確かに、制御室を調べてたのは蘭丸くんだよな。エレベーターが動く前までの間。君がさっきの放送を？君がさっきの放送を？ああ、ボイスチェンジャーだ。いい機能を見つけたろ。おまわりさんに、用があるのかな？かもな。緑の頭、俺によこせ。なんで？話が見えないね。全部トランシーバーで筒抜けなんだよ。どこから聞こえてたんだ？全部？全部ってどこからだ？車田を殺しやがって。刑事！事故だ。殺してない。殺してないよ。殺してない。信じてたんだぞ。サラも、あんたを一番信頼してた！でも、疑いの目で見れば、どうなんだろうな。刑事、あんたさ、アスナロ側なんじゃねえのか？蘭丸くんが持ってる情報か。アスナロの人間がいるっていう情報ね。刑事さんがアスナロ側っていうのはあんまり考えにくいかなと思ってて。っていうのもなんか、伏線がなさすぎる。ちょっとね、これに関してはメタ愛かもしれないんだけど。もし今のこの生存者の中に、アスナロ側の人間がいるんだとしたら、私は一番濃厚なのは、サラちゃんだと思ってるんだよね。ちょっとどうかはもうわかんないよ。もう話がちゃんと全て繋がるまではどうとも言えないけど、でもやっぱりなんか状況がサラちゃんだけ違いすぎるというか、みんないろいろちょっと記憶をいじくられてしまっているわけじゃん。だから実際誰がアスナロ側でもおかしくないんだよね。状況的には。確かにあの刑事さん自身まだ灯籠を使って記憶を思い出してるわけじゃないもんね。蘭丸くんはどうして刑事さんがアスナロ側だと思ったんだろうか。アスナロ側なんじゃねえのか。意味がわからない。急にどうした？急にどうした？急にどうした？蘭丸。サラは、同意書を書いちまった。誰かの願いで、ここへ連れてこられて、誰かのために追い詰められて、そしてついに、参加状にサインしちまったんだ。刑事さん、サラを呼んだのは、あんたなんじゃないか。なぜ俺が、ありえない。なんで？刑事さんは確かにどういう願いのもと連れて来られたんだろうかね、ここに。ありえない。そんなこと、するわけが。刑事さん？歯切れ悪くない？蘭丸、君は嫉妬してるだけだ。大事な人を一番近くで守る存在になりたいだけ。だろ。それは、仲間的な意味で、それともラブ的な意味で、ごめんなさい。こういうなんか真剣な状況でそんなこと言う話じゃないと思うんですけど、ごめんなさい。私の、もうほんと、こういう、恋愛野獣馬的なところがありまして、ごめんなさい。違う。自分はどうだっていい。俺はただ、サラのために。なれないんだよ。人形の君も、人殺しの俺も、ね。ちょっと。相棒って言ってくれたじゃん、刑事さん。蘭丸くんだって人形だけど、
人間なんだよ。いやー、人形の乱丸くんも人殺しの刑事さんも寄り添えないんだったらさ、このゲームをプレイしている側の私もサラちゃんに物理的に寄り添うことはできないんだよなーと思っちゃうなー。気持ちは寄り添えててもさ、届かないじゃん。すげー悲しくなってきたわ。なんてこと言うんだ刑事さん。知ってるよ、なことは。いいから、よこせ、緑の頭。待て、誰か来る。隠れろ。刑事さん。誰もいない。なんで来た、サラ。どうする気なんだ。え、だってサラちゃんのこと呼んだのランマルくんなんでしょ。そりゃ来るじゃん。はあ、そういうことか。ランマルは左手を掲げた蒸気噴射ハンドか。なるほど。なにこれ。ジンジャーエールの香りがするんじゃない。刑事さん、いるんですか。来ちゃダメだ、サラちゃん。その声は刑事さんですよね。来るな。呼び出したのはあなたじゃないですか。いいから。生きてたならなぜ。こっちへ来ちゃダメだ、サラ。サラ、しっかりしろ、サラ。サラ、え、ランマル君にそんな力が。閉じ込めておく、あんた。時は戻ったね。時系列が一緒になった。え？ちょっと待って、ランマルくんヤンデレエンド？待ってくれ。え？サラちゃんのことも電撃で気絶させる意味とは？まあ、でも落ち着かせるという意味で？え、いや、うん、あ、うん。どっちだ？サラちゃんか？あ、サラちゃんか。ここは、大丈夫か？ああ、違った、キュー太郎さんか。気がついたぜよ、サラ。絶対ランマルくんだと思ったのに。え？キュー太郎さん？無事だったんですね。よか、いった。おい、無理して動くなぜよ。そうだぜ、気絶してたんだからな。ほら、お水飲むにゃん、サラ姉ちゃん。そうか、私は電気みたいなもので意識を。よかったです、このまま意識を取り戻さなかったら。カンナ、そうだ、 ID カードはない、どこにも。ランマルくんが ID カードを持ってどっかに逃亡した。なんでだ。で、緑の頭もダッシュして消えてるわけだよね。なんでだ。しょうがないよ。でもほら、キュー太郎さんとも会えたし、落ち込まないで。マイさん、じゃあ刑事さんは。それがどこにもいなかったにゃ。え、残念ながら君が一人で教室で倒れているところを見つけただけなんだ。でもよ、すげえことが判明したんだ、サラ。宴、このゲームをクリアしてダミーズたちと生きて進む方法だ。宴？全部筋肉ゴリラが知ってるわ。まあ、だから全員で集まりたいんだが。ランマルがここへ呼んでくるって話だったが。
ここにいたんだ。おはよう、サラ先輩。さっさと話聞かせてよ。ランマルは一緒じゃねえぜよ。それに、車田くんの姿が見当たらないが。ついに、死んじゃった？何その反応。ただの冗談じゃん。待ってよ。誰も様子を見に行ってないの？大丈夫さ。だって、彼はちゃんと充電して。当たり前。じゃないか。よかった。しぶてえだろ。マジで。よかった。マジ心配させんなよ。いや、でも時間の問題なんじゃないか。半分だもんな。しかもなんか刑事さんが、自己的な感じで攻撃しちゃって充電がちょっと減ってる可能性があるんだよな。歓迎されるとはな。これで、ランマルと刑事以外は集まったことになるな。刑事、か。どこにいるんだろうな。仕方ねえ。先に宴の準備を始めるぜよ。どこに閉じ込めたんだろう。みんな、墓地へ集まってくれ。いや、行くしかないけれどもね。ちょっと、ランマルくんが暴走気味なんだよな。だ刑事さんも刑事さんで、ちょっと、幻影がね、いろいろ悪さしてるから、こればっかりは、みんなに疑われちゃう行動とか言動を取っちゃうのも仕方ないような気はしているんだが、やっぱりそう信じるって一言で言っても、なかなか難しいよね。みんなさ、サラちゃんのことは、割と信頼しているとは思うんだけど、それこそさ、全員が全員を同じくらいの思いで、信用できるか、信頼できるかって言ったらそうじゃないじゃん。それぞれの人にさ、その、信頼度というものがあってさ、サラちゃんや銀くんやカンナちゃんがいるおかげで、みんなそれぞれね、信頼し合って、信用し合って、やっていこうっていうこの空気感の調和がね、取れてはいるけど、それこそその三人に危険が及ぶって分かった瞬間、その危険の原因になるであろう人のことを信用するってことが、また難しくなってくる。そう、信用するよりも疑うことの方が簡単だし、なんなら一度信用して信頼してたとしても、一回疑わしいところが出てきちゃったら、もうそれは一気に消えていってしまうわけだから、難しいよね、人間関係って。人形として生まれ変わってもそういう人間関係的なものがね、ついて回ってくるんですね。で、墓地ね、墓地に行くか。よし。みんな覚悟はいいぜよ。始めるんですか？二人を待った方が。うん、二人待った方がって言ってみるか。やっぱり、ランマルと刑事さんを見つけた方が。時間がないの。緑は今、メイプルちゃんの修理をしてる。早くしないと、修理が終わって。とっくに終わってるよ。間に合ってよかった。緑、どこまでしつこいぜよ。今に始まったことじゃないでしょ。本当です。何年も前からずっと。あ、嬉しいな。ついに思い出してくれたんだ。僕のこれまでの献身。君たちの願い事、すべて叶えてあげた努力を。レコさんにはアリスとの再会の場を作ってあげたり、いやもうこんな形で叶えて欲しかったわけじゃないだろう。キュー太郎には大好きな野球をやれる体を与えたね。銀のお母さんもお願い通り今も元気に君の様子を見守ってるよ。これはどういうこと？今も元気に君の様子を見守ってるよ。それは今このデスゲームの状況を見守っているのか、それとも人形を外の世界に送り出してその人形の姿を元気に見守ってくれているのか、どちらにしろそれって銀くんの願い叶ったって言えるのか。
みんな幸せ者だね。どこがですか？みんな、あなたの口車に乗せられたんです。誰かを思う気持ちや苦しくて辛い気持ちにつけ込まれて、幸せや命や未来を奪われたんです。カンナはお姉ちゃんの幸せだけが願いだったのに。そっか。それで君はお姉さんの願い事を叶えてほしいと言ったんだね。お姉さん、なんて答えたか知ってる？え？なんだ、あの笑みは。聞く必要ないって言っても絶対教えてくると思うけど。いや、聞く必要ないって言っとくか。そんなもの、聞く必要はない！ああ、そう。じゃあもう二度と教えてあげない。待って！どっち？知りたい、です。まあ、そうか。カンナちゃんは知りたいよな。お姉ちゃんは、なんて答えたんですか？いいお姉さんだよ。カンナの本当の家族に会わせてあげたい。だってさ。回想で言ってたよね。え、じゃあその願いが叶ってるってことは、この今まで出会ったキャラクターたちの中に、カンナちゃんの家族がいたってことだよね。え、誰だ？サラちゃんが、カンナちゃんの本当のお姉さん？だから、サラちゃんが連れて来られたってこと？その願い事？もちろん、叶えてあげたでしょ？君に似て、優しくて、弱っちくて、臆病な。え？